はい、成功するよ。沖縄ミュージックプログラムご覧の皆様、マジェジンダ、恋語り。寂しさや今宵よ、三心はわどうし、行き場を抱かさよ、情き可能者、知らすなよや、よそに知らすなよ、大河なか。いこちゃよちゃなてんよ、あしびわし。三心は語れよ、土地にわして、知らすなよや、よそに知らすなよ、大河なか。アミフォーリーバーホモーティーワンチムマーディンよサビサガシミティー知らすなよやよそに知らすなよタイガーな西お茶はよ、お茶は長ち、カジノ持ち長ちよ、ぞがちちょみ、知らすなよや。よそに知らすなよ、大河なか。知らすなよ、知らすなよ、沖縄ミュージックプログラムのご覧の皆様、知らすなよや、知らすなよや、大河なか。はい、恋語りからお届けしましたけどね、恋語り、この恋語り、私が三味線をね、中学5年時から弾いてたんですけどね、この弾き方にも結構いろいろ先輩たちによって弾き方があってですね、私ももともと普通に軍心見て普通に弾いてたんですけど、いつの間にかね、あの先輩たちが、やあ恋語り、茶の法事に市長が、ね、やあ恋語り、茶の法事に市長がとか先輩たちに言われてね、先輩たちのいいところを話すんでね、私の
形にしたんですけど、食い方で、この食い方のこの歌詞にさ、三味線を弾けばね、楽しすぎて時間も忘れるぐらい、はい、もう私はね、三味線がすごい大好きでですね、いつの間にかも三味線の最も寝たりとかして、三味線弾いてる人のならではかな、はい、ね、この食い方で茶の方じゃいびいたがやさい、沖縄ミュージックプログラムをご覧の皆様ね、リクエストリクエストラブレーターでも何でも何でもコメントよろしくお願いしますね。アロハー。